皆さん、お元気ですか？ユビズ東北センターのフジャンです。今日は私はですね、ユビ人形事業を拡大するために、今営業周りのためにちょっとドライブがてら車を走らせていたんですけれども、皆さんスターバックスのプリンなんちゃらほにゃららフラペチーノを飲みましたか？これね、非常に甘ったるいので、ぜひご注意くださいね。というわけで、最新フラペチーノを飲んでいるナウイ東北支部長フジャンですけどもね、もうそんなことトレンドにねついていくっていうのも大変ですけれども、指人形をどんどんこう収集することの方がもっと大変です。我々はですね、通販やオークションなどそういったネットを駆使していろいろ集めてるんですけれども、当然生まれた時から生えているこの2本の足を駆使してやっぱり動いていかなければいけないということでですね、こんなデジタルの世の中ですけれども、未だにちゃんとアナログにね、こうやって自分の足を使って買いに行くということを大事にしております。さあ今回はですね、もう本当にお世話になっておりますセカンドストリート、皆さんも古着などを買うときにセカンドストリート行くかもしれないですけどもね、セカンドストリートというのはもちろんホビーなんかにもね力を入れている店舗があるんですけど、本当に洋服しかないところもありますね。もうそういう店舗に当たった時はもう畜生って感じなんですけど、今回行ったセカンドストリートは素晴らしいです。ちゃんと指人形ありました。もうね、置いてる指人形はそこまでレアでもないんですけど、ちょっとこれはね確保しておかないとなと思いまして、今回はこちら仮面ライダーダブル、このチビコレバッグのダブルですね。これがね50円で売っておりまして、もうテンション上がりましたのでこちら保護いたしました。50円でこれが買えるというのは嬉しいですよね。しかも塗装剥げもなく、もう状態最高にいいですよ。新品同様といったところですね。そして同じくチビコレバッグのアクセル、サブライダーとメインライダーがね50円合わせて100円で揃うという贅沢さ、これは素晴らしいですね。それからウルトラマン関係はこちらのタロウ、レッドクリアのタロウですね。これはウルトラマンのねライブステージの指人形のセットに入ってたタロウです。造形が旧バージョンで懐かしいですね。このタロウのレッドクリア非常にかっこいいのでこちらも確保いたしました。これもねそこまでレアなものでもないんですけど、いざ現物を店頭で見てしまうと、なんか持ってても持ってなくてもついつい保護してしまいたくなりますよね。そういった魅力というかちょっとした怖さが店頭での、販売しているなんかメリットでありデメリットですよね。ついつい買ってしまう。そして私一番テンション上がりましたのがこちら、仮面ライダーゲイツの救い人形、これがねなんとね100円で売ってたんですよ。もちろんこれを手に入れようと思うと簡単にお金を出せばいつでも手に入るんですけど、救い人形1体の割にゲイツって高いんですよね。まあ、ウォズも高いんですけども、普通に数百円してしまう中、今回100円で売ってたのでね、やっともうためらいもなくねゲットすることができました。嬉しいですね。これはなかなか嬉しい、本当に嬉しいです。ゲイツ今家に主役のジオがいるので2人を並べていきたいと思いますが、もうこの2体が揃うとウォズを買うしかないですよね。というまた次の目標ができてしまったわけですけども、こうやってですね日々我々ユビーズというのは自分の足を使って指人形を集めたりもねしております。というわけで合計今回買ったのがこの4体、ダブルシリーズとゲイツとそれからウルトラマンタロウのこの指人形ですね。いやー非常に楽しみです。今後の指人形どんなものが出るのか。そういえば今月ですね6月に平成仮面ライダーキッズが再販されるということなんですけど、割と売り上げ良かったんでしょうかね。再販っていうのもちょっと珍しいんですけど、まあ再販するのはいいですけど、やっぱり第2弾を出してほしいですね。でももう令和になってしまったので令和ライダーキッズということになってしまうんでしょうか。ちょっとそこ気になりますけれども、まだまだゲイツとかウォズとかね、その他今までの仮面ライダーキッズで立体化されなかったサブライダーとかそういったのもいますのでね、僕が欲しいのはそうですね、やっぱりライダーキッズで普通のビーストとか欲しいし、それからダークキバとかね、うん、1期のライダーの中でも割とあこいつは欲しかったのになっていうのが意外とラインナップされてなかったりしてたんで、そういったところの補完なんていうのも始めてほしいなって思うんですけどもね。
それからポケボーキッズも最新の弾があのミュウツーの逆襲エボリューションっていう解雇中ホイホイ商法のなんかねミュウツーの逆襲リメイクみたいなのが今度ありますけど、これもどうなんですかねと思ったんですけど、その中にあのアーマードミュウツーがラインナップされてるんですよね。これは最初の当時の劇場版のデザインと大まかに異なってるので、ちょっと自分的にはまあすごく欲しいかというとちょっと気になってる程度であるんですけど、アーマードミュウツーちょっとね珍しい、これはおそらく最初で最後くらいの立体化になると思うのでちょっとね気になっております。それからサトシとかのね初代の無印の時のコスチュームの指人形もまた出るみたいですけど、顔が今回の CG 映画の顔なんで、あの昔のキリッとした目とは若干違うんですよね。そういったところでなんか惜しいなっていう思う点が多々あるんですけれども、でもどういった形にせよ新しい指人形が出るっていうのは嬉しいことですよね。今後の令和もどんどん新しい指人形に期待してるんですけども、ウルトラマン関係もね、ウルトラマン大河が7月から始まりますので、こちらの指人形も非常に楽しみにしておりますが、そうですね、私的にはウルトラマンタイタスが一番気になってますね。ウルトラマンジョーニアスと同じ U40 出身のごついパワフル系ウルトラマンということで、あれは救い人形とか指人形で出るとかなり入るんじゃないかなって期待してます。そんなわけで今後も我々ユビーズは指人形の収集それから紹介などに力を入れていきますのでね、今後とも我々ユビーズをどうぞ温かい目で応援してください。